皆さん、ワッツアップ、バッパ翔太でございます。今日なんですけど、仕事終わりました、ルーサー。見てください、このビュー。今なんですけど、北海道の美瑛におりますね。素晴らしいね。すごい。はい、めっちゃいいオフィス。最高のオフィスですね。僕らも仕事しながらこんな感じですよね。で、今日なんですけど、まあ、仕事頑張りましたということで、この北海道の、このエリアでは、もう日本一美しい星が見えるキャンプサイトがあるらしいんですよ。わーですよ。ということで、美味しい食べ物と美味しい飲み物、満天の星の空の下で、なんか名前がジェットコースターの道っていう道があるらしいんですけど、見てください、こんな感じです。もうめちゃめちゃまっすぐで、まあこんなアップダウンがある感じなんですかね。行きますよーローラーコースター、大丈夫ですか皆さん、皆さん生きてますか？ローラーコースター、ローラーコースター大丈夫。食材をちょっと調達しに行くんですけど、この見てください、お花畑でございます。フレッシュベジタブルどうですか？おお、めっちゃ可愛い。お、maybe we should get some decoration。どうですか？The van decoration。デコレーションね。着いたんですけど、問題です。キャンプ場予約してなかったらできないみたいです。最悪や。しょったー、なんで届けません。いやー、僕らその初めて有料キャンプ場ね、で今日ちょっと調子乗って、日本一星が見れるとこやっていうことで来てみたんですけど、予約しないとダメでした。このキャンプ場いいと思います。景色最高ですよ。ただラメ景色みたいな感じ。どないしょう、今日まだ泊まるとこないですよ。チェック、フォン取って。チェックしましょうか。違うキャンプ場ありますか？何ですか、ルースさん。誰ですか、もうほんまそんなオーガナイズしてないやつ。ということで皆さん、着きました。ここが無料キャンプサイトでございます。めちゃめちゃ暗いし、絶対ここもイースター見れますよ、多分。いつもいます。今日なんですけど、メインゲストがいらっしゃいますので、さあ、翔さんからまた、ありがとうございます。ありがとうございます。見てください、この豪華そうな日本酒を差し入れてくれました。日本酒らしいです。ちょっと開けてみましょう。もうこのパッケージからしてもうすごいですよ。いやー、見てください。ホークアイっていう日本酒らしいんですけど、翔さん曰く5分で売り切れてまうほど美味しい伝説の日本酒らしいです。これをちょっと差し入れいただいたんで、プラス北海道やからいうことで、この鹿肉、映像時間肉のステーキをちょっといただいたんで、でこの日本酒とこの肉がめちゃめちゃ合うらしいです。もうこんな高いもん手出せませんよ、ルースさん。ありがとうございます。見てください、僕の小銭ちょっと見ましょうかね、あんま入ってるか。5円、6円、7円、8円、9円、10円、12円、もう相当こんな貧乏には買えませんよ。大丈夫ですか、ルースさん。おいおい、めっちゃ危ない。大丈夫ですか？めっちゃ優しいおっちゃん、コーンとジャガイモ、多分プレゼントもらいました。カンドファームさん、はい、めっちゃ良かったですね。めっちゃ優しい。めっちゃいい人で、皆さんもしよかったら行ってあげてください。花もめちゃめちゃ綺麗しね。わあ、めっちゃ楽しみ。ほんまに？Very thirsty。おい。ナイスサウンド。お疲れ様です。ちょっと料理ね、待ってる間ちょっと飲みましょう。皆さんお疲れ様です。おー、楽しみ。おー、匂いがもうフルーティーですよ。おー、めっちゃフルーティーね。わー、うん、これめっちゃ美味しい。パイナップルの味しません？パイナップルみたいな感じ、なんか日本酒っぽい感じを残しつつ、なんかワインっぽい感じみたいな、スーッと入っていく感じだね。おお、ごっついのね、おっさん大丈夫ですか？10点中10です。え？ 10点中10。おお、また踊り出すで、ルーさんが10点中10って言った後の日本酒はめちゃめちゃ踊り出すでしょ、いつも。見てください、この星空の下でこの飲む酒、ルーさんじゃないですか。いいですね、綺麗ね。星空とこの日本酒、あとビューティフルガールズ、最高です、ルーさん。恥ずかしいね。何てでもどうですか、ルーさん。ということで中入ってきました。めちゃめちゃ寒いんでね、早速ディナーができました。こんな感じです。うわー、やばい、めっちゃ寒いわ。 OK、 鹿肉とじゃがいもとコーン、ルーさんはもちっとコーン、あ、じゃがいも入ってないですか、ルーさん入れてください。まだ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 、もうちょっと。乾杯ショットちゃーん。ごっつい、もうようでもどんちゃうんすか。見てください、もう皆さん、もうご飯食べる前にもうほぼなくなってます。もうやっぱりすごい美味しいんで、もうここまでしかありません。ごっついね、ルーさん。お疲れ様です。ということでちょっと食べていくんですけど、おお、これちょっとルーさんのアドバイスで、鹿肉は赤い方がいいんですね、中がレア。うん、レア。めっちゃ柔らかいですよ。日本酒美味しい。うんうん、わーお、めちゃくちゃ美味しい。ほんまに僕初めて鹿の肉食べたんですよ。あ、そうですか。でもなんちゅう、鹿はちょっとなんちゅうカテゴリー、英語の名前はゲーム、ゲーム肉、もっと強い味ですか、ちょっと新鮮な味ですか。ちょっと強いね、強い味です。はい、なんかめちゃくちゃ脂っこくない、あの脂があるみたいな。今からメインコースに入ります。こいマヨネーズの量やね。ちょっとハシミ取って。ハシミなんですか、それ。ハシミってスパイシーワン、七味ですか。ハシミ取って。怖い。わあ、素晴らしい。山口県産です。はい。おお、あ、わかりました。We have some chocolate, Rusa. No. Last time we bought. No. Matake. No, you always eat the sweet very fast, Rusa. No. I always buy, like, I want to eat like very slow. めっちゃゆっくり食べたいのに、Rusa全部食べてまう、いつも。No, so unfortunately, like, I'm gonna like 正直、chocolate ハマるよ。食べるなんで。ハマる。ハマるよ。はい、ハマりますか。私は正直ちょっともう多分これからセパレートで買おう。ルーさんはルーさんの買って、俺は俺ので買って。俺はもしスーパーマート行ったら、いつもチョコ買いません。いつも買いません。いつももしスーパー行ったら、いつもです。玉ねぎとじゃがいもとカレーと揚げとチョコレートなし。のジャンクいつも買いません。いつも。ルーさんもチョコレート味出ちゃうんすか。もしスーパー行って。ということはもう僕が1000円持ってシークレットに行こうて、で僕はちょっとキープしときます。隠れて C で。そう、はい多分。でもルーさんに見つかったら、もうルーさんに全部食べられてまうんで。すみません、私のお父さんの DNA。お父さん同じ。そうですか。同じ DNA ですか。お父さん見てます。同じ。ということで、もうこれからもうルースさんの前では一切甘いもの買いません。でもし僕が飲む、おいおい、人の日本酒すごいね。もうあれですよ。まあ最後はこれちょっとだけなんで、もうご飯食べ終わったし、ごちそうさま言いましょう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ということでキャンプファイヤーで飲みましょう。ファイヤーでどうですか。危ない、やめてください。酔っ払いですか。酔っ払いはダメです。ね、ルースさんほんま日本酒飲んだからアホですよ。アホやね。